はい、こんにちは。フォトジャーナルプレスのゆうです。このね、ペイロード 200g まで持つ小型カメラ専用のジンバル、ファルコンに GoPro Hero 9を乗せて、まあ、夜のね、神戸を散歩してきました。でね、この GoPro とこのジンバルをつけた時に、まあ、どういったね、効果が出るのかっていうのを見てもらおうと思います。それとね、比較でこの DJI Pocket 2の動画も一緒にね、入れています。まあ、撮影方法はね、本当にもう適当で、もう右手にこんな感じでね、ファルコン持って、さらにね、もう DJI ポケットもこんな感じで持って適当に歩いていたので、もう本当にね、手ブレ補正とか気にせずに歩いています。もしかしたらね、こういった歩き方してるので、ところどころね、カクカクっていう風になんか動いたりしてる時になるかもしれないんですけども、まあそれもね、まあ一つ参考として見てもらえたらなと思います。はい、それとね、このファルコンを使った明るい時間帯ですね、昼間の散歩の動画も別の動画でアップしていますので、よかったら見てみてください。はい、それではどうぞ。はい、GoPro で DJI Pocket 2 ISO 800にしています。メイケンパークをね、通り越したので、まあ、ここからはちょっと黙々と歩いていこうかなと思います。はい、今ね、ISO 800にしています。
今ね、GoPro と DJI ポケット2両方とも持って歩いています。両方ともでも右手に持っている状態ですね。あまり安定は良くないんですけども、どんな感じですかね。両方とも、ね、ISO は800にしています。でホワイトバランスは4000ですね。でジンバルモードはバンフローモード、バンの動きだけ追従するモードにしています。チルト方向とロール方向は固定のタイプです。はい、今から、ね、急遽留置方面に入っていきます。ちょっと DJI ポケットの方上に上げます。まあ、こういうところでは、ね、結構明るいので ISO 400ぐらいでいいと思うんで、ちょっと避けてみますね、GoPro の方。はい、それではね、両方とも ISO 400で撮っています。先ほどね、ちょっと僕間違えて GoPro じゃなくて DJI ポケット2の方 ISO 1600まで上げていました。もしかしたらね、ノイズが結構入ってるかもしれないですね。今ね、確認して400に両方とも合わせています。結構ね、持ち方は適当なので、まあ、全然ね、綺麗く取れてないと思います。おそらく。
はい、もうすぐね大丸の入り口に来るので、そろそろね終わりにしようかなと思います。ちょっとねモード変更しました。両方ともねフォローモードですね。はい、大丸前に到着しましたので、終わりにします。